どうも、南光一です。私は熊本市立千原台高校の校長をしています。さて、熊本では4年前、4月14日そして4月16日、熊本地震に襲われ、大変な被害を受けました。まずはですね、その時被害に受けた方々に心より哀悼の意を捧げたいと思います。さて、今日もですね、前回の、動画に引き続き私が経験したことをですね、ちょっとお伝えをしていきたいと思います。4月14日に、いわゆる前震といわれる地震に見舞われましたが、その翌日4月15日はですね、金曜日ということで熊本市内の小中学校は全て休校となりました。そして勤務できない職員も数名いましたけども、被害の状況を出てきた職員に確認をしてですね、みんなで片付けをしました。でこの時私たちが思ったことは、翌土曜日曜日が明けて月曜日から学校再開しようと、それに向けてできる準備をしっかりしていこうということでやったわけですね。で引き続き避難所となるということでしたので、でもね、また地震が来るかもしれないので、余震が来るので怖いということで、お年寄りを中心に約30名の方々が、武道場にちょっと避難させてくれということだったので、もう他の先生方どうぞ帰ってください、校長先生もですね、もうどうぞお帰りくださいということで、共同だった私が一人宿直ということで校長室に残って校長室のソファーで、仮眠をとっていました。そして武道場の方には2名の熊本市の職員がいらっしゃっていました。そういった状況の中で、夜中の午前1時24分私がソファーに寝てたんですけども、そこで強烈な揺れを感じました。ソファーから転げ落ちました。と同時に運動場につけてあったグラウンドの照明が一気に消えてしまい、真っ暗になりました。私がまず思ったことは、とにかく校舎から出ないと、もし校舎が潰れたらもう命がないということで、近くに置いてたバッグを首から下げてすぐに靴を履いて運動場に出ました。市役所の方が、2階にいらっしゃった女性職員の方がですね、武道場から教頭先生どうすればいいですかという声がかかったんで、とにかく余震もあるので運動場の真ん中に集まりましょうということで声をかけ、私もですね、武道場に駆けつけました。するとやはりお年寄りの方で動けないという方がいらっしゃったので、その方を背負って運動場の真ん中に集まり、そして暗いとですね、人は恐怖を感じますので、運動場の周りの駐車場に止まっていた車の方にお願いをして、ヘッドライトを運動場の真ん中に集めてもらい、照らしてもらいました。そして、大丈夫です、校舎は耐震工事がしてあります、どこの建物よりも安全です、運動場にいる限りは絶対に身の危険はありませんので、ということで落ち着いてもらうことにしました。そして10分ほどするとですね、電気が戻ってきました。運動場が明かりがつきましたと同時にですね、どういうことが起きたか、近所の住民の方々、特にマンションにお住まいの方々、続々と避難をしてこられました。これが、発生から2時間後の午前3時頃の当時の中学校の運動場の様子です。すごい人数になりました。そこで、これがですね、その近所に、で被害に遭ったマンション、1階部分が駐車場だったんですが、駐車場は潰れてしまいました。こういった状況の中で初めの課題は食料の配布です。近くにあったですね、コンビニエンスストアが食料を提供してくれました。で身の安全は確保できたんですが、この食料をどのように配布するか、明らかに足りないんですね。避難者の人数が多い、食料の方が少ない。そこで考えたのが、どうやって配布しようかなということで知恵を絞って、考えました。でも配布できる人数は3人しかいません。私と駆けつけてくれた職員の2人、合わせて3人、この人数ではどうにもならないので、ここにね、テントを運んで食料をここに置いたんですけども、とにかく、これをどうしようということで、お年寄りや小さいお子さんの健康状態が心配でしたので、そこで思いついたのが飛行機の優先搭乗のやり方ですね。まずボランティアの方を呼びかけました。お医者さん、看護師さん、医療関係の方、介護福祉、福祉関係の方、手伝ってくれませんか。すぐに10人以上の方々が来てくれました。そしてその人たちとともに、あとは自分の方から、私は小学校の教員ですとか県庁職員ですとか、元アナウンサーをしてましたので、みんなに広報のアナウンスはできますとか、次々にですね、人々が助けてくれました。
そういった中で事務室に白のガムテープを取りに行って、赤いマジックですね、ラインを引いて赤十字のようなマークを作り、ボランティアだと分かるようにここに貼ってもらったり、ここに貼ってもらったりしました。そこで思いついたのは飛行機の優先搭乗の仕方です。お年寄りの方、80歳以上のお年寄り、あるいは体の不自由な方、3歳以下の子どもさん、お持ちのご家庭はこちらの列にお願いします。申し訳ありませんが、それ以外の一般の方はこちらに並んでください。ということで呼びかけたところ、本当にありがたいことに誰一人文句を言われることもおらず、きれいにその列に並んでいただき、順番で配布をすることができました。これはですね、やはりこれまで行われてきた日本の教育の素晴らしさということで非常に実感をした場面でした。こうやってまずは食料の問題が解決しました。日本の教育の素晴らしさを感じた1日目です。また続きは今度の動画で流します。ではまた会いましょう。さようなら。